山尺薬は、ボタンかボタン属に分類される多年草の一種。茎の高さは30から40センチメートル。葉は3から4枚で互生し、小葉は、楕円形、トーラン形。茎の先端に直径4から5センチメートルの花を1個つけ、上を向いて開く。緑色の葉型の学編があり、普通は3枚。バナナに似た形状の3本のメシベの周りには、 先端が黄色のおしべが多数つく。花弁は白色で5から7枚。開花時期は4から6月。花が開いているのは3から4日程度。秋に実が熟すと結実しない赤色と結実した黒色の種子ができる。和名の由来は産地帯にハエ全体が尺薬に似ていることによる。山野草として栽培され、苗が販売されている。 石灰岩質の産地に生育する山尺薬の群落朝鮮半島と日本の北海道、本州、四国、九州の落葉紅葉樹林下などの産地帯に生える石灰岩の地を好む傾向がある環境省のレッドリストの純絶滅器具に指定されている2007年に以前の気球紙から変更された倉庫体数は約2万平均減少率は 約40%、減少の使用員が園芸用の採集、森林の伐採、林道工事であると推定されている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。環境省により、上信越高原国立公園、中部山岳国立公園、南アルプス国立公園、秩父玉貝国立公園、八ヶ岳中心高原国定公園などで、自然公園指定植物となっている。 ありがとうございます。